ちいるじゃん。真下にいた。真下にいるよ。小さいラージがいるね。食わないね。小さいラージがいるけど食わないね。追っかけては来るけど食わないね。よっしゃ、あーこのサイズか。よいしょ、ういういあ、いいもんなっちゃった。食ってた瞬間が見えたのね。20ちょいだね。ヒットルはバケリーの4インチグラムのグリーンパンプキン。いいものになっちゃったけど。やっぱしここはラージか。前々から小さいラージが溜まってるなーっていうのは知ってたけど、大きいのはどうかな。この時期になって入ってこないかな。流れもこの時期はないから、どうだろう。大きいサイズ入ってきそうな気もするけど、入ってこないかな。このサイズか。
ってると思ったけど、このサイズね。よいしょ。しかもラージだね。ラージなんだ、このポイントで。リットルはワゲーリーの芋40。これはグリーンパンプかな。いや、このポイントでまさかラージとは思わなかったな。スモールなんだけど、どう見てもな。最近全然スモール釣れないな。なんでだろう。どこ行ってもスモールが全然釣れない。もう芋の季節になりましたか。活性が低いとき、やっぱ芋だね。